今日の司会させていただきます、競技担当の副委員長の秋元でございます。今日は秋晴れの中、市民公開講座に参加いただきましてありがとうございました。この市民公開講座ですが、オープンキャンパスもそうなんですけども、こういう形でフェイストゥフェイスでやるのは実に4年ぶりになります。4年前に現地で開催した以降、ちょっとコロナの関係でなかなかこういう形で開催ができなかったんですね。その間はウェブとか YouTube で公開しながら行ってました。で、今日はこういう形で皆さんに集まっていただいて、フェイスとフェイスでやった後に、今日の内容はまたがんセンターの公式 YouTube でもですね、録画してオープンにしますので、ぜひまた今日ご参加いただけてない方にも、ぜひこの情報をですね、お話しいただいて、多くの方に見ていただければと思ってます。で、今日の市民公開講座は、ここにありますように、がん治療とそのサポートに関する正しい情報をつかむにはっていうテーマにしています。で、これ私も臨床医として外来をやったりすると、どうしてもやっぱり患者さんからこういろいろ話をしていると、私たち医療者とが説明する内容と、患者さんが求めている内容というのはなかなかちょっと時々かみ合わない時があります。そういった思いからですね、こういったテーマをぜひ設定して、どういったところから正しい情報を得るとか、その得た情報がどういうふうな内容かっていうのをぜひ理解いただくために、こういうテーマを設定させていただきました。ただ、私たち医療者ですから、当然それを受ける患者さん側の立場としても、こういう情報をどうやって得るかっていうようなことが当然必要なので、今日は医療者の立場以外にですね、患者会の代表の登録様に、患者さんの立場、またはそのご家族の立場として、お話をしていただくように設定をしています。それから最後にですね、当院で外来って非常に限られた時間の中で診療してますので、やっぱりその中ではどうしても情報を十分に得られないケースもあるので、当院でそのサポートをですね、どういう取り組みをしているかということに関してもお話をさせてもらって、全体として有意義な内容になればというふうに考えております。で、最後にですね、総合討論で皆様方の質問を受ける時間を設けてますので、各演者の後に質問票をぜひ書いていただいて、時間の制限があるんですけど、なるべく皆様の疑問とかですね、ご意見に答えられるようにしたいと思ってますので、ぜひ2時間よろしくお願いいたします。じゃあ最初、ですね、当センターの当社では非常に多くの情報を、がんに関する情報を発信してますけれども、その中心的な役割を果たしている若尾先生ですね、がん対策情報センターの本部の副本部長をされています。若尾先生にご講演いただこうと思います。よろしいでしょうか。じゃあ若尾先生、よろしくお願いします。はい、どうも秋元先生、ご紹介ありがとうございます。皆さん、こんにちは。国立がん研究センターの若尾と申します。私の方からこちらにあります通り、がんおよびがん治療に関する情報を得るにはということで、まず医療者の立場からということでお話しさせていただきます。それでは進めさせていただきます。まずですね、令和元年に行われた内閣が行った世論調査です。一般の方に広く聞いたものです。で、ここで見ますと、そうですね、がんの治療法や病院に関する情報源、何使ってますかっていう質問でした。で、1番がやっぱり多いのが病院の医師であったり、看護師さんであったり、相談窓口で、もう一つ、このがん相談支援センター、後ほど詳しくお話しますけど、それも含めて大体その病院の窓口とか医療者が94%と。で、それに次いで多いのがインターネット、ツイッター、フェイスブックなどの SNS と、これも後ほど説明しますが、がん情報サービス、こちら合わせて半分、53%で、あと家族、友人、知人という方が30%ぐらい。で、その他の新聞、雑誌とかテレビ、ラジオになると一桁台になってしまうということで、やっぱり多くの方は病院のスタッフ窓口から、それとインターネット使っている方も比較的半分以上の方が使われているという状況です。じゃあ、インターネットの状況どうなのかということで、これ英語で申し訳ないんですけど、2018年に発表された論文からです。で、中身はどういうものかというと、肺がん、乳がん、
胃がん、大腸がん、肝臓がんという言葉と、それの、まあ、治療とか治癒ということで、Google で検索しました。で、検索してトップ20で全部で当たったのが約250サイト。を医療者が調べた結果ですね、しっかりと科学的根拠に基づいているものが1割しかなかったと。で、一方その間違った有害な情報が4割弱あって、残りの半分ぐらいがまあどちらでもない情報だと。だからインターネットでパッと調べて、皆さんよくインターネット使われると思うんですけど、正しくないものが非常に多いと。で、本当に正しいものは限られているというところがあります。で、そういった中、秋元先生からもお話しいただきましたけど、まあ、医療情報をどういうふうに考えていくかということをお話しさせていただきたいと思います。まずですね、読み解くために必要な4要素ということで、お話しさせていただきます。まずは、本当にこれ、最低限でいいんですけど、医療とか、あるいは医療用語に関する正しい知識を持っていただきたいということ。それから、まあ、因果関係、どうしてこうなるんだということ、と少し論理的に考える、そういう考え方も身につけていただくのが大事だと思います。それから3番目で情報源、何に基づいた情報かということも確認する、まあ、癖をつけるということ。それから4番目、今ネットが非常に多くの方使われてますけど、ネット情報のやっぱり癖があるんですね。その癖について、まあ、知っておいて注意するということが大事だと思います。で、まずいろいろお話しましたけど、最も大事なのが、何か新しい情報を見つけたときに、あ、いい情報を見つけたってすぐ飛びつくんではなくて、やっぱり疑ってかかる、懐疑的、批判的に、まあ、吟味するという、そういう癖をつけていただくことが大事だと考えております。で、一番にありました、正しい知識ということで、そんな正しい知識というのは難しいことではございません。まず、医学、医療は不確実であって、限界があるということです。人の体は非常に複雑であって、絶対ということはなかなか言えません。で、これ、オックスフォードのオスラー先生の言葉なんですけど、医学とは不確実性を扱う科学であって、確率を扱う技術であると、まあ、不確実だってことは、こんな偉い先生でもおっしゃってるというとこです。で、一方ですね、これも残念なことなんですけど、世の中には、その科学的根拠、エビデンスという言葉聞かれたことあるんではないかと思いますけど、に基づかない情報が溢れています。最初にお示ししたスライドのように、4割の情報は間違った情報だと。で、どういうところにあるかというと、インターネットであったり、メディアであったり、まあ、本とか。本になってれば、しっかりとした情報かというと、必ずしもそうではないということと、さらに残念なことにですね、医師とか、医学博士、医療機関であっても、その間違った情報を出していることがあるということで、これによって、高額な自由診療や民間療法、あるいはサプリメントに誘導するということが、まあ、現実に起きているというところです。で、言葉のことで、知っておいていただきたいことで、標準治療と最新治療という言葉があります。皆さん、どちらがいいと思われるでしょうか。標準治療というと、なんか波の治療で、なんか最新治療って新しくてピカピカのいい治療だというイメージを持たれてしまうんではないかと思いますけど、実は標準治療というのは普通の治療ではなくて、しっかりと、科学的な手法によって、安全であり、効果があるということが、確認されている最善最良の治療が標準治療です。だからちょっと言葉がイメージがと違うことがあるかもしれません。で、一方最新の治療っていうのは最善最良の治療ではなくて、まだ新しいものなので、実験研究段階の治療です。で、新しい治療法が見つかったときに、まあ、臨床試験あるいは治験とも呼ばれますが、という厳格なルールに基づいて従来のその時の標準治療と効果を比較します。で、効果が良い効果が認められたものが新しい標準治療になるということで、だから標準治療を選んでれば常にいい治療にたどり着くということです。まあ、ここなかなか分かりにくいんですけど、まあ、一つ例えを申しますと、ボクシングのタイトルマッチを行っていると思ってください。で、チャンピオンがいて挑戦者が挑戦してきて、チャンピオンが防衛することもあるし、挑戦者が新チャンピオンになることもあると。それが、まあ、チャンピオン治療が標準治療だというところです。で、この標準治療が、保険適用となって、さらにこの各学会が作っているような標準、ごめんなさい、診療ガイドラインにも掲載されていくというところです。もう一つ誤解の多い言葉で、免疫療法も簡単にご紹介します。免疫療法というのは免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法です。
ただですね、効果が証明された免疫療法は限られてます。本庶先生がノーベル賞を取られた免疫療法はごく一部のものです。で、一方、効果が証明されてない免疫療法のうち、自由診療として行われる免疫療法には、治療効果、安全性、費用について慎重な確認が必要となってきます。それと一方ですね、この効果が証明された免疫療法にも副作用があるというところがあります。で、まあ、簡単な絵で示しますと、今ネットでよく出てくる免疫療法っていうのは、この免疫細胞がいるんですけど、それを体の外に出して増やして、また体の中に戻して、がん細胞をやっつけようというような話が書かれています。ところがですね、がん細胞っていうのは、自分自身の細胞が細胞分裂するときに、変異を起こし、うまく細胞分裂ができない形で失敗して、ちょっと自分の悪い顔をした細胞ができてしまうというところなんです。で、その時にもともと自分の細胞なので、この免疫細胞が攻撃しようとすると、待ってください、私はあなたの細胞だから攻撃しちゃダメですよってブレーキをかけるんですね。で、なのでいくらこう免疫細胞を増やしてもがん細胞なかなか叩けないという中、この本庶先生がノーベル賞を取られた免疫チェックポイント阻害療法という仕組みを使うと、このブレーキを外すということでがん細胞をやっつけることができるということで、この免疫チェックポイント阻害療法とか、あるいは阻害剤という言葉が正式なものなんですけど、なかなか新聞とかテレビで報道されるときにはもう免疫療法というふうにくくられてしまうので、従来のあまり効果が確認されてない免疫療法と混同するというところがあります。それで今標準治療と新しい治療のお話してますけど、こうやって2つ並べるとどっちがいいかというようなイメージになるんですけど、実は非常に遠いところにあるものだということをこの図で示したいと思います。普通にがんへの対応というのは標準治療がもう基本ですけど、そうではないもので未承認の治療というのがあります。それにはどういうものがあるかというと、研究しているもの、さっきみたいに新しい開発されたお薬が本当に効果があるか、標準治療に変わるものかどうかっていうのを確認している治療法があります。それが治験であったり、あるいは厚労省が指定している先進医療というのがあります。じゃあこの未承認で研究してないものはどういうものがあるかというと、代替療法と言われるもので、その中に自由診療であったり民間療法があって、その最新のがんワクチンとか、あるいは先端の遺伝子治療って言葉だけ見ると非常に良さそうに感じるんですが、実はこんな遠い標準治療とはかけ離れたところにあるということも知っておいていただきたいと思います。で、今までのお話を少し踏まえて、こんなホームページ見たら注意してくださいということをいくつか例をお示しします。まずですね、やっぱり断定的な表現や誇張された表現、最初にお話ししました通り、医学というのは非常に不確実です。なので、100% 完治しますとか、末期がんから生還します、あるいはどんながんにも効くっていうホームページで時々見る言葉なんですけど、不確実なのに、そんな絶対治りますとか、非常に患者さんにとっては、それにすがりたい言葉なんですけど、やっぱりそういうことはないんだということを基本的に覚えておいていただいて、こういう逆にこういう言葉を言ってれば注意、眉唾だと思ってちょっと注意してかかるということが大事です。あと引きつける言葉ですね。副作用がなく体に優しいとか、秘密の新しく開発された薬で当クリニックだけしか適用されてない、使われていないとか、諦めないがん治療、諦めないって非常にいい言葉なんですが、今そういう自由診療系でこういう言葉を多く使われているような傾向がありますので、言葉だけで惑わされないということが大事となります。それからもう繰り返しになりますけど、自由診療というのは新しいから自由診療ではなくて、もう研究しないでお金を取って提供しているということは、やはりちゃんと広げる標準治療にするというそういう認識もなく、お金を集めることが目的とされているような治療ですので、必要とされる治療の内容、あるいは費用、本当にいくらでできるのか、最初は5万ですけど、実はその後50万100万300万とどんどん増えていくものがありますので、全体でいくらかかるのかということは確認していただくということと、実際に研究やってるのか、あるいはもしやってるんであればどういう状況なのかというのは確認していただいて、研究
よくですね、研究してますって言うんですけど、実際はしてないことがあるので、どういう研究ですかというのを確認していただくことが大事だと思います。それからホームページですね、ホームページの場合、患者さんの体験談がございますが、実は厚労省のガイドラインでは患者さんの体験談を載せることを禁じております。患者さんの体験談自身は患者さんにとって非常に勇気づけられる大事なコンテンツなんですけど、やはり患者さん一人一人の体験は他の多くの患者さんに合うものではございませんので、やっぱり誤解を招くということでホームページでの掲載を禁止してるんですけど、こういう体験談禁止されているものが載っているようなホームページはやっぱりちゃんとルールを守ってないとこなんだなと思っていただければと思います。あともう一つ最近増えてますのが、この無料の説明会相談会というのがネットで見られるんではないかと思います。さっきここでもお話した通りですね、厚労省で医療機関が出すホームページのガイドラインというのを作って、いろいろ出しちゃいけないことを決めるようになりました。でそれを逆手にとって、うちのクリニックではさまざまな新しい我々の免疫療法で良くなった症例をたくさん持ってます。ただ厚労省の指導によってそれをここでご紹介することはできませんので、説明会に来てくださいというふうに誘導してるんですね。で説明会はそういうガイドライン、ガイドラインとかありませんので、もう嘘800並べられても何のお咎めも受けないような感じですので、説明会行ってみようかって思う前に、そういうのは危ないなと思っていただければと思います。で信頼できる相談窓口は後ほどご紹介します。で2番目として、因果関係に関する論理的な考え方ということで、少し難しいんですけど、これがんではなくて、例えば風邪とか、コロナの新型コロナでもいいですけど、熱が出て苦しんでいる方がお薬を飲んだら治ったと、で、このお薬がいいお薬だと思いたいところなんですけど、もしかするとお薬飲まなくても治るかもしれない。特に風邪とかの場合ですね、コロナも軽症だとこうです。じゃあこのお薬を飲むことで本当に効果があるのかと比べるには、お薬を飲まなかったグループと飲んだグループで比較するというところが必要となってきます。それによってこの効果が確認されるということです。また別のお話です。これはオーストラリアの論文で、がんではないお話なんですけど、オリーブオイルを豆とか野菜と一緒に食べると女性ですね、シワを作りにくくする効果があるという論文が発表されました。そうするとオリーブオイル取るとシワにならなくていいわと思われるがちなんですけど、実はこれ行楽因子という言葉で、行楽というのは2つの出来事の関係に影響を及ぼす第三の因子ですのがございます。でこの場合何かというと、実はですね、オーストラリアというのもミソなんですけど、オリーブオイルを取るのは白人なんですね。で取らないのは現地人、アボリジニ人で、白人の方がやっぱり社会経済的状態、健康意識、日光への暴露が少ないから肌シワができないと。だからオリーブオイルがいいわけじゃなくて、そのバックグラウンドの状況が影響を受けているというところが行楽だ。行楽はないか、隠れた第三の因子はないかとちょっと疑っていくことも必要です。それからこれあるクリニックのホームページで、今はもう違法で閉鎖されてるんですけど、水素温熱免疫療法っていうのをやったら、ここの肝臓がんというのが書いてあったんですけど、あって、これが6ヶ月5ヶ月かなんか、5ヶ月ですね、やったら消えましたというようなのがホームページに出てました。ただこれ医療者は分かると思うんですけど、こちらの CT は造影剤を使った造影 CT で、肝臓の中の影見るにはやっぱり造影剤使わないと見えにくいんですけど、こちらの CT は造影剤使ってないんですね。だから本来比べちゃいけないものをこういうふうに比べて消えるというような、本当詐欺に近いようなことが行われているということで、今その厚労省のガイドラインでも前後比較もいけないんですけど、さらに単なる比較だけではなくて、この条件を合わせないで比較しているようなものも存在しているというところです。それから今医学の研究というのは、もともと最初はもう細胞試験管レベルの実験から始まって、それが動物実験、ネズミなどの実験、それで臨床試験という人を使った
研究を行って、で、最終的に効果が認められたものが承認されていくというところです。ただ、ここに1万の候補、例えば抗がん剤の候補があった場合、実際に診療の場に出てくるのは、1万分の1ぐらい、どん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 絞り込まれていってしまう。だから、ネズミに聞いても人に聞くとは限らないというところがございます。それと、ここを、今、短縮しようという試みをされてますけど、一般的に10年ぐらい時間かかってしまうという中、よく新聞で新しい抗がん剤が見つかった、ネズミに効果があったということが報道されますけど、それが本当に、じゃあ、今、自分の、知ってる患者さんに使えるかということは、まだまだ先の話ですし、また、その見つかったお薬が使えるかどうかもわからないというところも知っておいていただきたいと思います。それから3番目で、情報源に関する考え方です。こちらも大事で、さまざまな情報がありますけど、信頼を受けるのは医学論文とか診療ガイドラインです。で、専門家の意見、口コミ情報というのは一番信頼性の低いものになります。で、学会発表というのも研究の内容を発表する場でチェックを受けてないもの、特に日本の学会などでは出せばそのまま発表できるようなものが多い中、信頼性は論文とかに比べたら低いというところがあります。それと大事なのは、それがどこから出てきたということでは区別ができないということです。例えば NHK はしっかりした放送をしているけど、週刊誌は間違っているというわけではなくて、テレビでも専門家の意見をあたかも本当のように放送してたり、あるいはインターネットのブログであっても論文をしっかりと翻訳して発信しているということで、何を介して出てるかということではなくて、何の情報をもとにしているかということが大事となります。で、これ少し細かくて難しいお話なんですけど、研究方法にもいろいろやり方があって、ランダム化比較試験という言葉は聞いたことあるかもしれませんけど、しっかりとさっき因果関係を調べるときに比較した上で効果を確認しているもの、それをランダムに振り分けてやっている、そういうのを集めたもの、さらに統合解析しているようなものがしっかりとエビデンスの高いもので、低いものは症例対象研究であったり、対象のない研究であったり、症例報告などは低いということで、ここまでどういう研究に基づいているかって見る機会は少ないんですけど、何か知識としてしっかりと比較されているかということは確認できればしていただくと、その意味がわかると思います。で、一方情報源ということではなくて発信元なんですけど、これは一つ分かりやすい方法としまして、どこの組織が出しているかということで、国とかは国民へのサービス、公的サービス、医療機関は病院の紹介、患者さん向けの情報、企業は薬の使用のための情報であったり病気の話、それから NPO とか患者さん個人は自分の体験を共有して、気持ちに共感してほしいなど、生かしたいと役に立ちたいという気持ちで発信されている場合が多いです。ただ下心がある場合があります。患者さんを増やして薬をたくさん売る、活動資金を得る、有名になりたいということで、で、こういうことを考えると、下心の出にくいところ、公的機関の情報は比較的、そういう、うがった見方をしなくていいのかなというところがございます。で、もう一つ、いつの情報かというところも大事です。いつ作られた情報かということで、昭和の本には、非常に効果があると書かれていても、それはもう今、どんどん医学は進行している中ですね、その時、標準であったものもどんどん標準ではなくなっている、新しいものを入れ替わっているということで、新しい情報を見るといういつの情報かということを確認することも大事です。で、大体目安としては3年以内のものを見ていくというところです。で、バイアスというのは偏りですね。偏りを見抜くということで、例えば末期がんが治ったって言っても、末期がんじゃない場合を末期がんと言ってることがあったり、聞いた人だけを報告したり、さっきお見せしたように聞いてない測り方に偏りがあったり、それからキノコを飲んでがんが小さくなりましたっていうのも、実は標準治療をちゃんと一緒にやっていたり、行楽ですね、先ほどお話しした、それからこういう経験バイアスなどがあります。で、4番目としてネットのお話に入ります。で、ネットでは注意しないといけないことで、検索結果で Google とか Yahoo で検索されると思うんですけど、上位に掲出されるものは良い情報であると限らないということがあります。それから
広告で出されていることがあります。それから関心のある情報がいっぱい送られてくるという、これ特性がございます。それと SNS の場合、閉じた世界で非常に偏った情報が多く流れるということがあります。これ一つ一つご説明します。すみません、細かいスライドなんですけど、胃がんの治療というので引いてみました。でヤフーさんは実はがんセンターと協定を結んで何々がん治療とか何々がん検査とか症状とかいうキーワードで引くと、この広告よりもここにスポンサーってありますけど、上にがん情報サービスという我々のがんセンターのホームページを出すようにしていただいています。ところが Google さんで同じことすると、がん情報サービス出るんですけど、そうですね、これは大丈夫なんだ、胃がん治療でいくと、がん情報サービスが出てきます。ところがこのキーワードを少しひねったキーワードで、例えば胃がんの最新治療とすると広告が出てきます。でスポンサーっていうのはお金を払ってこの検索の一番上に出すということがされているということで、あまりだから価値がないのにお金のためにここに出されているということで、もう広告スポンサーばっかりなんですね。でこれも結構スポンサーと出たり広告と出たり AD と出たり PR と出たりと、なかなか出方が定期的に変わっていくので、なんか変な言葉がついてないかっていうのを調べることが大事です。それと Google の方は2017年のウェルクという DNA の健康サイトで、ウェルクという非常に間違った情報をいっぱい載せてるようなサイトがあって、その時に Google が検索のやり方を変更して、一時期正しい情報が上に来るようになってたんですけど、今これが膵がんだったかな、膵がんのやはりがんの免疫療法、膵がんの免疫療法と引くと広告じゃないのに免疫療法が上に出てきているということで、これも常に変わっているので、やっぱり、ね、インターネットの情報には注意が必要というところがございます。これ残念ながら正しくない情報、エビデンスのない情報が一番上に出たりすることが現実として起きています。でフィルターバブルというのは、皆さんいろいろ検索するとそれにこの検索している人はこれに関心を持ってるんだということを、インターネットの方で分かってですね、それに関する情報をいっぱい送りつけてきます。なので免疫療法と聞くと、もう免疫療法のその宣伝ばっかり来ますけど、それを見ると今免疫療法ってこんなにたくさん情報が出てくるから流行ってるんだと誤解しかねないんですけど、そうではなくて自分が検索した言葉に合わせてそういう情報が送られてきているという癖があるというところです。それからエコーチェンバーというのは SNS などである発信者をフォローしている方々はやっぱりその人を信じている信者が皆さんついてますので、この人が何か言うといいねいいねっていっぱい反響していくわけですね。そうするとこの人そんなすごい人なのかって思いがちなんですけど、実はその応援してるのは限られた偏った人たちだということです。でさらに外からいやそれおかしいよっていうのをブロックされたりすることがあるんで、 SNS は注意が必要です。で、錯覚としては賢い人でも騙されてしまうということが実際にあります。規則性のないところに規則性を作り出してしまったり、何もないところに因果関係を見つけてしまったり、仮説の合う情報を重視したり、あるいはすでに自分は成功していると、自分が見つけた情報に間違いはないというちょっと過信をしているようなところがあったりして、比較的こんな地位にある方がこんな情報に引っかかるのかというようなところで騙されてしまうというところで、そういう錯覚に陥らないために科学統計があるというところです。で最初に出した図なんですけど、あえて言わなかったんですが、ここにがん相談支援センターとがん情報サービスというのがあります。でがん情報サービスというのは国立がん研究センターが出しているウェブサイトです。でこのサイト見たことあるとあれば嬉しいんですけど、もしご覧になってなかったらがん情報ということで検索していただければ、この緑のページが出てきます。で今ですとスマホで使われる方、7割以上の方スマホで見てますので、スマホでも見れるように2年前の夏に変更しました。でスマホの場合はこのメニューをクリックすると、こちらに並んでいる6つのカテゴリーが表示されます。でがんセンターが出しているというお話しましたけど、がんセンター単独で作ってるわけではございませんで、さまざまな学会であったり専門学会であったり、全国のがんの病院であったり、それの相談支援センター、あるいは患者さん
の、あのパネルの皆様、それから患者団体の方々、都道府県の方々のご協力いただいて、編集委員会という外部の方を含めた形でしっかりと審査をして情報を出しています。つまり公平であって、中立であって、バランスの取れた情報に心がけています。それと同時に、やはりあの科学的根拠に基づく情報をあの基本としていて、もし科学的根拠がない場合は、あの臨床的に明らかな、ま、明らかな間違いがないということで、あのこの情報を作らせていただいてます。で、あとは定期的な更新による最新の情報を目指しているというところです。で、やはり診療ガイドラインが第一の情報源としております。で、スマホで見た場合、全体のあの大まかなメニューをご紹介しますと、まずピックアップということで、あの少し深いところにある大事な情報があって、それで病名から探すというのは、あのがんの情報があって、そこからですね、治療と生活、基礎知識、治療と診断と治療、症状を知る生活の風、制度、がん相談とかお金と仕事の話など、それから世代別で小児がん、それからあのアヤがんというのは、15歳から30代まだ働く世代の方、それと予防検診、あの資料室などがございます。で、これらあのメニューからもご覧になりますので、あのお知りになりたい情報を探していただいて見ていただければと思います。で、あのがん種を一つだけ紹介しますと、例えば乳がんを選ぶと、乳がんについてその検査、治療、さらには療養、臨床試験、患者数、予防検診、関連リンクということで、この下に行くと乳がんの冊子というところで、各がんにこのようなあの冊子を出しています。で、今日の玄関のところ の、 あの相談支援センターのところで、この冊子、他のがん種とかもありますので、ぜひ帰りにあのお手に取ってあのお持ち帰りいただければと思います。それからあの拠点病院というのは、厚労省あのが指定します、全国のがんの診療を行う病院ということで、専門的ながん医療を行って、地域のあのがんの、ね、連携を作って、さらに情報提供、相談支援を行う病院として、全国に今456箇所ございます。で、都道府県をまとめる都道府県拠点病院と、二次医療圏という高校の学区ぐらいにあの1箇所ぐらいの地域拠点があって、そこには必ず相談支援センターというのがあります。で、相談支援センターというのは、今までの病院の窓口と大きな違いとしては、誰でも相談できるんですね。その病院にかかってない方でも相談できる。だから東病院にかかってなくても、あの東病院の相談支援センターに電話をかけたり、あるいはあの実際に訪ねていってあの相談していただけるということと、まあ、医療の相談だけではなくて、療養の話、例えばお金の話、話とか、がんと就労のお話なども幅広い相談ができるというところです。で、千葉県には16カ所 の、 あの相談支援センターがございます。で、お近く の、 相談支援センター、拠点病院などはあの相談支援センターでも聞くことができます。で、あの最後ですね、あの拠点病院456箇所ありますけど、やっぱりあのお住まいの地域に拠点病院がないという方もいらっしゃいます。そういう方に情報を届けるということで、がん情報ギフトというプロジェクトをやってます。そちらについてはこのちっちゃいあの冊子に出てますが、これ皆様からご寄付をいただいて、そのご寄付で先ほどのこの冊子をあの地域 の、 あの公立図書館に、あの公立ではございません、公的図書館にあのお配りするというようなあのプロジェクトです。で、この冊子のセット、これもさっきの冊子であったり、あのバインダーなどをあの含めてあのお送りしてます。で、千葉県の場合は今あの13巻ありますが、これ皆様からご寄付いただいて、千葉県のどこどこの地域に送りたいということをメッセージいただければ、まあ、そちら優先的に対応させていただくということがあります。で、今日今までいろいろお話しさせていただきましたけど、まあ、難しいんで最後に覚えやすい言葉を一つお話して終わりにしたいと思います。見極めるポイントとしましては、書いた人は誰かで、違う情報と比べたか、元ネタは何かと、それから何のための情報か、いつの情報か。で、これだけだと覚えにくいですよね。これ縦読みしてください。そうすると価値もないと、これらの情報がない情報は見る価値もないと覚えていただければ、あ、このポイントがあの参考になるんではないかと思います。で、今日いろいろお話しさせていただきましたけど、ちょうどですね、今月の23
から25の間に、NHK の今日の健康で、がん絶対知ってほしいこと、標準治療の話とか、情報の話、さらには、この柏の相談支援センターも、紹介されてますけど、相談支援センターに頼ろうというようなことで、放送がありますので、こちらも、もっと詳しく知りたいという方はご覧になっていただければと思います。こんなインチキ のサイト、ダミーのサイトを作ったりしてご説明させていただいております。テキストもございます。で、最後に繰り返しになりますけど、もしもがんになったら頼れる窓口、情報源はどこですかということで、情報は力です。だからしっかりと情報を確実な正しい情報をつかみましょうというところで、その情報源としてはこのがん情報サービスと、相談支援センターがあるということで、この2つをぜひ活用していただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。岡尾先生、ありがとうございました。いろんな情報をいただきました。最後に質問って言ったんですけど、もし何かいろいろな情報が入ってたので、この場で忘れないうちに聞きたいってことがあれば、お一人手を挙げていただければと思うんですけど、なかなかちょっと手を挙げるのはハードルですかね。そしたらぜひ質問事項ですね、あとはその質問だけじゃなくて、いや今話し合ってるのはこういうことわからないってことがあれば、それも含めて書いていただければと思います。若尾先生、ありがとうございました。次はですね、この今の情報に関して、その当事者の経験からということで、轟様にお話しいただきます。轟様は、認定 NPO 法人希望の会の理事長と、今全国がん患者団体連合会の理事も、されています。多分おそらく今日お話の内容で、こういうことに至った経緯含めて、その今現在の取り組みとかですね、それから先ほどの若尾先生とまた違った視点でのお話が聞けるんじゃないかなと思ってますので、轟様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。私は認定 NPO 法人希望の会理事長の轟弘美と申します。で、この希望の会っていうのの希望っていうものに、なぜ希望っていう名前をつけたのかっていう託した思いについて今日お話をしたいと思います。私のプロフィールです。私は実は私立の一貫校の幼稚園の先生をすごい長い間やってたんです。それで夫のスキルス胃がんの告知を機に仕事を辞めて、そして今に至ってます。もう人生のもう想定もしなかった大きな変化です。で、今ご紹介していただいたように、胃がんの患者会の理事長の他に、全国がん患者団体連合会の理事、それから厚生労働省とか地域の、がん対策の、委員とかもしております。で、皆さん、スキルス胃がんっていう言葉を聞いたことあるでしょうか。私はスキルス胃がんで夫を亡くした遺族の立場になりますが、これ、絵は夫が描いたものなんですね。それで医療者の方にも見ていただいて、これは正確に描けてるから、冊子に使っていいよっていうことで、今も希望の会が発行している、もしかしたらスキルス胃がんの中にこの絵を残しています。で、スキルスっていうのは、ギリシャ語で硬いっていう意味なんですね。で、まるで砂に水が染み込むみたいな感じで、胃壁の中にがんが広がってしまうんです。で、胃が陶器みたいになってしまう。それでスキルス胃がんというふうに呼ばれています。それから特徴としては、30前後の若い方の罹患が多い。っていうのも他の胃がんとはちょっと違った特徴です。で、このような特徴から早期発見が難しいということで、日本のがん対策の中でも難治がんとして膵がんと並んで併記されているような、そのようながんです。で、これ私の話ですけれど、夫は毎年検診を受けておりました。で、2012年に要再検査というのになって、で、胃カメラを受けたんですけれども、その時の診断が胃炎だったんです。で、やっぱり先ほど言ったように分かりにくいがんだったんですね。ただ不調がどんどん進んでいくので、複数の医療機関にかかりました。ただどこでも言われたのは、バリウムもしていて胃カメラもしているんだから、あなたの感じている不調は精神的なものって言われ続けちゃったんです。
で1年経ってまた検診を受けました。そしたら今度その検診の読影会っていうのがあるんですが、その会場から直接医師から家に電話がかかってきました。それで今すぐに病院に来てくれって言われて、言われるがまま病院に行ったところで言われたのが、スキルス胃がんステージ4、治療法はありません、手術は不適応、治療は延命の意味ですっていう言葉でした。皆さんこの言葉聞いてどう思いますか？治療は延命の意味ですって言われた時に、私たちは延命っていうのは死の宣告と同じように受け取れました。そしてエビデンスがあるなら標準治療になってるって言われたんですけど、もうそのエビデンスがエビみたいな状態で何言われてんだかわからなくて、で標準で治らないなら最先端の医療を探さなくちゃいけないって思っちゃったんですよ。で今の私だったら、この時の医療者がすごくこう科学的根拠に基づいて誠実に正確に私たちに伝えたんだってことがわかるんですけど、やっぱり情報って受け取る側に感情がありますよね。ですからどんなに正確に伝えられてもやっぱり感情が勝ってしまいました。で先ほどのお話にもありましたけど、皆さんもがん保険などで先進医療特約みたいな言葉ってよく聞くと思うんですけれど、そういうことを耳にしてたので、標準治療って波の治療なんだっていうふうに私も夫も思っちゃったんですね。それで特にこの告知を受けた時期がまた最悪で12月だったんです。でもう世の中がイルミネーションで彩られて、みんなが笑顔でみたいなところで、もうこの世の中から私たちは切り離されてしまったんだっていう孤独を感じました。でがんになったっていうことをこう知った方たちからは、これ別に意地悪で言ってるんじゃなくて心配して言ってたんですけど、食事に気をつけていたか、ストレスがあったのではないか、検診を受けていたか、ピロリ菌はどうだったのか、胃がんは切れば治るのではないか、どうしてここまで放っておいたのかってことを言われたんですね。もうね、これは辛かったです。だから夫婦で引きこもってしまいました。それと先ほど言ったように、電話がかかってきて病院に来て、そのまま流れるように治療に入った先が、実はがん診療連携拠点病院ではなかったんです。で世の中にこういう拠点病院と拠点病院じゃないところがあるっていうことは全く知らないで、で拠点病院がなかったので、相談支援室っていうのがあることもわからなかったんですよね。ですからさっき の若尾先生のお話にも通じますけれども、その病院にかかっていなくても全国のどこの拠点病院でも相談支援ができるっていうことってすごく大事なことなので、ぜひこれ皆さん覚えてください。全然別の県でも大丈夫なんです。そういうところに相談できる場所があることを知ってください。で私は世界のどこかに夫を助けてくれる人がきっといるって思いました。もうこれは普段見ていた映画とかドラマが背景にあったと思います。探せばいるんだって思ったんですね。で先ほどのお話とも通じますけれども、インターネットで必死に検索するときに、がん治る、がん消えるって言えちゃったんですよ。でこうやって言葉を重ねたら、もっとこう焦点化した情報につながると思っちゃったんです。でがん治る、がん消えるっていう言葉を使っているところに、そうすると引き寄せられていく。その先は先ほどの話にあったように、科学的根拠が乏しい、ある意味ちょっとデタラメな治療をやってるようなところにつながっちゃうんですね。でも私その時に自分が情報を探し当てたと思いました。で新聞に大きな字で書籍の広告が出ています。そこにもそのようなもう治るよみたいなタイトルのものもありましたし、それから図書館とか書店に行って本を見ると体験談がもう山積みでした。それからブログにもつながるんですね。でそこは信頼があるから、その情報がそこにあるんだっていうふうに私も思い込んでいったんです。もう信じていきました。
で、今ここでちょっとまた横文字が出てきて、さっきも聞いたなって思う言葉だと思うんですけど、皆さん、パンデミックっていう言葉ってこの新型コロナウイルスの時によく聞きましたよね。それでその WHO がこの新型コロナウイルス感染症に関する玉石混交って、もいいも悪いもフェイクも含めた情報っていうのは、もう砂漠の砂一粒一粒ぐらいのたくさんのものがあるっていうことで、そのことをインフォデミックって呼んでるんですけど、これがん情報も同じだと思います。じゃあそれどうやって見極めるのって言ったら、もうね、それね、不可能ですよ。だけどこの3つのキーワードっていうのがあるので、ちょっと心に留めていただけるといいと思います。このまずアンコンシャスバイアス、無意識の偏りですよね、認知ですね。で、皆さんどうですか、天然とか自然って言われると体に良さそうだと思いませんか。それから名誉教授っていう人が推薦してたら、この人が言うんだから確かだろうって思うと思うんですが、私はまさにこれにはまりました。で、次にエコーチェンバー。エコーっていうのは小玉ですよね。で、自分が思ったり口に出したことと同じことを言ってくれる人たちがいるんです。そうするともう同じ考えとか言葉にしか囲まれなくなっちゃうので、それ以外の考えが見えなくなっちゃう。そうするともうこれが真実なんだって思ってっちゃうっていうのがエコーチェンバーです。で、もう一つフィルターバブル。先ほどもこのお話出てました。インターネットで見てて、私なんかどうして私にアンチエイジングとかダイエットっていうのが情報がバン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 上がってくるんだろうって思うんですけど、やっぱりインターネットにはそのバブルね、泡に包まれたように、まあその人が関心がありそうなこと、一回検索したようなことの関連情報を、まあ、親切に上げてしまうっていう、そういう仕組みがあるんですね。で、そうすると私たちが接してる情報にも偏りがある。だから先ほど若尾先生が疑えっていう話をしたと思いますけど、今自分が信じてるものって本当にそうなのかなって一回立ち止まることっていうのが一つできることではないかと思います。で、私はその検索を続ける先に臨床試験っていうのがあることを知ったんです。で、臨床試験というもので安全性とか効果を確かめたものが標準治療になっていくっていうことを、検索をしたから続けちゃったので、その先で知ったんですね。待てよ、私が信じてるのはなんで臨床研究してないんだろう、なんで保険適用されてないんだろう、そこで目が覚めたんです。で、その時に私はただ自分にとって優しい情報を私の感情で選んでるだけなんだっていうことに気がついたんですね。で、その優しいっていうのはカインド、気持ちに優しい。それからイージー、例えばジュース作るとかこれ食べるとかサプリメント買うとかって自分でもできるじゃないですか。そういうものを選んでるだけなんだっていうことに気がつきました。もうこの後悔は一生消えません。私はこの後悔を一生背負って生きていくと思います。で、知らなかったっていう辛さはもう辛いです。で、その経験をしたからこそ情報格差をなくしたいということで、2015年の3月に希望の会というのを設立しました。設立したのは私の夫です。で、設立した時に一番最初に取り組んだのが、まあ、スキルス胃がんに関する情報が少なかったので、その情報発信をしようということで冊子を作りました。ただ体験談だけ書いているのでは、まあ、怪しい情報と同じなので、いろいろな先生にお会いしに行って監修をしてくださいって言って監修をお願いして、そして世に出ることができました。そのタイトルがすごく不思議で、もしかしたらスキルス胃がんっていうんですね。で、このもしかしたらにうちの夫の思いがこもっていて、もし不調が続いている時にスキルス胃がんっていうことを自分が分かってて、スキルス胃がんじゃないですかって聞いてたらもっと早く見つかったかもしれないっていうことで夫がこだわった言葉です。そして厳しい現実から目をそらしても、甘い言葉にすがっても現実は変わらないんだっていうことを彼は理事長の時に何度も繰り返して言ってました。で、臨床試験とか標準治療とか制度っ
ていうものを正確に知ることっていうので、それを理解して患者力をつけろって言ってるんじゃなくって、医師担当医と対話する、そういう状況を作っていきたいっていうのが目的。これは今も私もそう思っています。で、実は私はこの患者会を作ることに大反対で、で希望の会っていう名前にも大反対したんですよね。なんか怪しい名前だとかって言って、でどこに希望があるんだって言って大反対したんですけど、うちの夫が取材で話した言葉を聞いたんです。スキルス胃がんに適した治療であるかもわからない、根治は望めない、延命を目的とした治療をきつくても受けようと思った理由、それは残された家族が悲しむ日が来るのは確実だけれども、一日でも先延ばしにできればという思いですっていう言葉を聞いた時に、あ、これは私たちのことを思って、未来のことを思ってやってくれてるんだっていうことで、私はこの時夫に何かがあったら私が理事長を引き継ごうということを心に決めました。で、治せないなら未来につなげたいって書いてありますけれども、うちの夫はここの東病院で第一層試験というのに参加しています。これは何かというと、先ほどお話に出てたような細胞とか動物実験のレベルで、まあ、効果とか安全性がありそうだなと思ったら、今度は人に投与するっていう段階に行くんですね。その初めて人に投与するのを第一層試験っていうんですけれども、この試験にこの東病院で参加しています。で、もしかしたら自分にも効果があるかもしれないっていう気持ちは当然ありました。だけどやっぱりそんな甘くないっていうことも分かっていたので、多分ここに参加することが未来につながってほしいっていうのが彼の希望だったんだと思います。そして私はここで研究に参加することによって、まあ、研究って医師だけが進めているのではなくって、やっぱりそのデータを管理する人とか、そのナースの方たちとかっていう専門の方たちがいらっしゃる、そのチームの方とお話しする、対話する機会が増えたんですね。で、すごく対話する中で自分が置かれている厳しい状況っていうのも理解できたし、一人じゃないっていうことも分かったし、私この経験がなかったら今もしかしたらこの場に立ってないかもしれません。だからとてもここの日々に感謝してますし、うちの夫は亡くなった後その自分の体を研究に使ってほしいっていうことで、この東病院で病理検査っていうのもしていただいてます。で、私が何よりも伝えなくてはいけないのは、やはり未来の治療を作っていくには、その治療を開発したいって思う医療者研究者がいて、それを支えるチームの人たちがいて、でそこに自分に効果があるかどうか分からなくても参加したっていう患者さんたちがいて、そして今の治療ができてきてるんだ、それがなんかうまい言葉よりも負けちゃうっていうのおかしいじゃないですか。だからそうやって確かめられて進んできたってことを伝えるのが私の一つのできることだと思っています。で、私が理事長になってからのこれから挑戦してきたことについてお話ししたいと思います。数年前、ある、まあ、バイオマーカーっていうのはその人が持っているちょっと特性なんですけれども、それが条件として、それで新しい新薬を作ろうっていうことの、まあ、治験っていうんですけれども、そういう研究の参加者を求めていたんですね、胃がんの治療で。で、この特性っていうのは、実は胃がんの治療の一番最初のところでどういう薬を使うのかっていうのを決める、もう基本中の基本なんです。だから医療者からしたら知ってて当然だろうってみんな思ってるんですよ。だけど患者のほとんどがそのこと知らなかったんです。つまり医療者から説明を受けていなかった。これ全員じゃないです。もちろん説明しているお医者様いっぱいいますけど、それが全ての医者がしているわけじゃない。で、されてない人の方が実はスタンダードだったっていうことで、これでは片っぽで研究を進めようとして参加者を求めてるのに、自分がどっちかわからないっていうので参加しないんじゃ進まないじゃないですか。
だからこういうシルバーを作らなくちゃっていうことで2019年に全国胃がんキャラバンっていうのに挑戦しました。で、夫が理事長だった時は夫の体調を考えてイベントのほとんどを東京在住なので東京で開催してたんですけど、そこに飛行機とか新幹線使って体調も悪そうな方が集まってくるんですよね。私その姿が切なくて、で私が回ればいいんだって思ってこの時10都市を回りました。でその時に一番大事にしたのは質疑応答の時間をたっぷり取ったことです。ですからこの後質疑応答にぜひ皆さんわからないことは率直に書いてください。でやっぱりそこでね、明らかになったのは同じ言葉が医療者と治療を受ける人の間で全然違う意味を持っているっていうことだったんですね。でそれをまあ私がなんか通訳みたいに間に入って解きほぐしていくっていうことをまあ、延々とやりました。でそれで参加者のほとんどの人からの感想が標準治療っていう意味がやっと分かったと。で担当医が言っていた意味がなるほどそれを言ってたのかって分かったってことだったのと、講師の先生方からは、まあ、なんだか診療室で患者さんとのコミュニケーションが良くなったんだよねっていうそういう感想をいただいて、つまり両者にとって良かったんですよ。ウィンウィンだったんですね。で多分そのことが対話の大切さを感じさせてくださったんだと思います。今年の3月、19年ぶりです。患者さんのための胃がん治療ガイドラインっていうのができました。医療者の胃がん治療ガイドラインっていう教科書っていうのは毎年出てたんですけど、それを患者が読んでもわからないんですよ。でそれを患者さんのために説明する、そういう冊子が19年ぶりに発行されたっていうのも記念すべきことだと私は思っています。で先ほどの全国胃がんキャラバンをやった時にそういうイベントありますよって言った時にね、一番周知に力を持ったのが実は回覧板のある地域だったんですよ。でどんなにインターネットが普及している現代と言われても、やっぱりそういう地域のつながりとか手に取るものの力って大きいんだなってことを痛感しました。だからこそこの手に取ることができる患者さんのための胃がん治療ガイドラインが発行されたってことはすごく大きな意味を持っていると思っています。で私は患者会活動を始めて9年目なんですけれども、今感じていることは YouTube とかTikTok とかそういうことが医療情報源になっている人がすごく増えているということと、あとは自分の好感が持てる人をフォローしているので、その人が言うことはもう盲目的に信じちゃう。それからなんか良かれと思って誰もが発信者になれるので、いいこと聞いたと思って拡散してしまう。で、まあ、つながりができるので拡散が広がっていってしまうっていう、この危険を感じています。でそこで、今年の5月、患者さんのための胃がん情報サイトというのを作りました。で希望の会はホームページ持ってるんですけど、希望の会はどうしてもスキルス胃がんっていうイメージが強いので、胃がん全体のための情報を発信しようと思って、ここからは日本胃がん学会で、その患者さんのためのガイドラインを作った委員の先生方とか胃がん学会からのお知らせを発信したり、その先生方が作った動画、解説動画を発信したりっていうことをしています。もしお時間があったらこういうところもちょっと覗いてみていただいて、やっぱり個人が発信してるんじゃないっていう、公的機関頑張れっていう思いがありますので、国立がん研究センターも今日このようなことをやってくださってますけど、やっぱりこういうところが出してる頑張ってるんだよっていうことを知ることもすごく大事だと私は思っています。で情報は対話のきっかけになるものです。情報で自分で決断することじゃないんですね。で、医療者には医療の専門性があるじゃないですか。で、研究によってエビデンスっていう科学的根拠っていうのがあるんですけど、この医療者や研究者から見えないのは患者さんの生活です。で、診察室の時間ってすごく短いですよね。で、そこで医療者が見えているものっていうのはデータなんですよ。
だから血液検査とか画像検査とかのデータで判断をしている。だけど治療って情報が集まれば集まるほど、そうか、だったらこういう方がもっと適してるよねっていうことにつながっていくんです。だから皆さんができることは、皆さんが生活の中で感じていること、それから自分の価値観とか、こういうふうに生きていきたいんだとか、そういうことをいっぱい医療者に話してください。でそれがやはり治療につながる大切な情報になっていくと思います。でスティーブン・ホーキング博士って皆さんご存知だと思いますけれども、その方がビッグクエスチョンっていう本の中で、問いを立てて答えを見つけることも大事ですが、発見したことを世界につなぐ伝えることも一人の科学者としての責務だと感じていますということを書いていて、私これすごいなと思って心に響いたんですね。で今私レイサマリーっていうのの作成に参加しています。このまた横文字だらけですけど、レイって一般っていう意味で、サマリーって要約っていうことで、一般の医学的知識を持ってない人が読んでも、この研究によって何を目的に研究をして、そして何が分かったのかっていうことを知らせるっていうのがレイサマリーっていうものです。でこれって欧州では結構広がっていて、ネット上で見れたりするらしいんですけど、日本では始まったばかりです。で日本臨床研究グループっていうジェイコグっていうところで、私は委員になって、この胃がんの研究のレイサマリーっていうのも作成に参加しました。これ先ほどの患者さんのための胃がん情報サイトからも読めますので、ぜひ見てみてください。でそうするとやっぱり研究って何なのか、科学的根拠を持って情報を見極める力っていうのにつながるのではないかと思います。じゃあ、最後の方になってきました。なぜ希望の会なのかってお話をします。これはうちの夫が残した言葉です。希望は幻を追いかけることじゃない。残念ながら世の中には変えられないことがある。でも変えられることもある。自分は患者という人生を生きてきたのではない。病になる前の自分から続いている人生を生きている。変えられないことを受け入れて、その中で自分ができることを考えていきたい。踏み出した一歩がたとえ小さくても、より良い未来につながるかもしれないことを願って。今年の6月、横浜で国際胃がん学会総会っていうのが開かれて、これ正式なプログラムとして世界から胃がんの体験者、それから支援団体、医療者が集まってみんなで対話をしました。そしてその違いを知ること、お互いの違いを知ったからこそできる可能性があるよねっていうことが分かったので、今国際胃がん患者会連合会っていうのを作ろうかっていう話し合いをしています。とてもただ一人のがん患者の家族だったんです、私、マイストーリーっていうの。でもそこからいろいろながん対策を知る上で、私だけの問題じゃないってことが分かって、医療者とつながったり、他の患者会とつながったりして、私たちが増えていきました。そうするとなんかパズルのピースみたいにつながって大きな力になります。でこの力が新しい未来を作っていくんだと思います。みんなで見る夢は現実になると思っておりますので、今日ここにお集まりいただいた皆さんもぜひこの私たちになってください。この私たちが増えることが私の希望です。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。非常にここに至るまでの葛藤とかですね、そういう取り組みをお話しいただいて、私も実はこうやって話聞くの初めてで、非常に感銘を今受けておりますので、ぜひ多くの人にこの話をこれからも聞いてほしいなと思ったので、ぜひこれをですね YouTube で発信するのは非常に意義があるかなというふうに思いました。改めてありがとうございました。この後の2題はですね、今、前半に医療者の立場、それから当事者の立場というお話をいただいて、でおそらく多分この診察室の中での非常に限られた時間での情報を整理するのが非常に難しいと思うんですね。それで、今、届き様の話があったように、多分医療者から見えてないのは患者さんの背景とか人生観とかそういうところだっていう話がありました。で、後半の2題は、当院で今取り組んでいる、
その、まあ、あの意思決定のところとかですね、それからどうやって情報を得るかっていう、まあ、看護師さんの方が今非常にあの強力なサポートを今取り組みとして行ってますので、まあ、そういう話をちょっと中心にお話しいただきたいと思ってます。で最初はあの当院 の、 あの副看護師長の小田さんの方から選ぶ決めるために大切なことというテーマでお話をいただきます。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。国立がん研究センター東病院看護部の小田夏実と申します。よろしくお願いいたします。私からは選ぶ決めるために大切なことという内容でお話をさせていただきます。まず選ぶ決めるとは意思決定と言われるものになります。意思決定とはある目標を達成するために複数の選択可能な代替的手段の中から最適なものを選ぶこととされています。そのように聞くと少し難しい印象なんですけれども、私たちは日々の中でたくさんの意思決定をしています。例えば今日の夕食は何にしようと考え決めること、これも意思決定です。夕食を決めるために何を考えているのかということを意識することは皆さんの中では少ないかもしれません。しかし自分や家族の昼食は何だったのか、あとは冷蔵庫には何が入っているか、作る時間や元気はあるのかなど、さまざまなことを考えて選択肢の中から選んでいます。そのような意思決定は日常の中で自然にできることかもしれません。しかし医療やがん治療での意思決定は日常での意思決定とは違い、自然に行うことが難しいことが多いです。まずは選ぶ決めるためにどのようなことが必要か、その過程について知っておくことが大切になります。まず意思を形成するために思う、考えるということが必要です。そのためには考えるためのまずは環境が必要となってきます。これは心と体の状態であったりとか、時間、情報を得る相手、サポート、そして得た情報や選択肢が分かりやすく正確な情報であることということが重要です。得た情報や選択肢、メリット、デメリットについてご自身なりに十分に理解するということが大切になります。次に意思を表明する、話す、伝えるということが必要となります。話すためには先ほども言ったように心と体の状態とは、話す時間や相手、その人との関係性が影響を与えます。また自分の価値観や生活に沿ったものとするためには周りの理解も重要になります。意思決定の過程は時間を要したり意思が変化したりすることもあるので、話す、伝える機会が十分にあることも重要です。最後に意思を実現するためにサポートしてくれる人の状況や必要なサポートが得られるか、また意思が変化したときに立ち止まって考えられる環境であるかということが重要になります。このように意思を形成するために考え、表明するために伝え、実現する、この過程が意思決定につながります。しかし医療や治療における意思決定の場面ではそれを難しくする要因がいくつかあります。一つ目は心と体の状態です。先ほどのお話にもあったように、やはり病気やがんという体験はほとんどの人にとっては初めての経験で、とても大きな出来事です。病気により心には衝撃や精神的ショック、不安、落ち込みなどが現れます。体にはもしかすると病気による症状が出てしまうかもしれません。心の落ち込みは自然な反応ですので、落ち込むことが悪いことではありません。また体の症状はお薬などでコントロールしていくこともできます。ですがいつもと違う状況であり、考えること自体が難しい、辛い状況の中で考え、選び、決めることをしなくてはいけない場面もあるので、サポートが必要になることがあります。二つ目は選択とそのメリット、デメリットの理解についてです。治療をするかしないか、する場合はどのような方法にするのか、どの薬にするのか、医療や治療の場では様々な選択肢が提示されることがあります。そのすべての選択肢にはメリット、デメリットがあり、たくさんの説明文章の中には
初めて聞く言葉であったり、難しい用語、数字が書いてあり、十分には理解できない場合もたくさんあるため、情報の整理や理解のためのサポートが必要になることがあります。3つ目は、周りの人の状況や意見についてです。ご本人だけでなく、周りの人にとっても病気やがんは初めての体験であり、大きな出来事です。そのため、気持ちの変化もたくさんあります。また、立場によって人の意見は様々で、一人で決めた方がいいのか、誰と決めたらいいのか、大切な人と意見が違う場合はどうしたらいいのか、など、周りの人との意見の調整や、その関係性への支援が必要になることもあります。このように、医療や治療の場面では、意思決定は様々な原因で難しくなることがありますが、選ぶ、決めるためには、ご自身の思いであったり、希望、価値観を大切にすること、そして自分にとって最善な選択となるように自分自身が納得して決めること、で、そのための準備をすることが大切になります。そのために私たち医療者、看護師ができるサポートは、お気持ちを吐露してもらい、お気持ちの整理を支援する心のサポートであったり、症状へのアドバイスやお薬のコントロールなどのお体のサポート、また、ご本人の情報の理解の確認や、それに合わせた補足説明、情報提供、ご本人の考え、思い、価値観に沿った意思決定ができるための情報整理や支援、周りの人との関係性への調整や意見が違う場合の調整、そのようなことを必要な職種と連携しながら支援していくことが、私たち医療者の役割だと思っております。また、医療者以外の相談窓口として、がん相談支援センターというものがあります。当院では、サポーティブケアセンターにおいて相談を受け付けており、入院、外来、地域など、どこでも安心して過ごせるようサポートをしていただいております。また、先ほどのお話にもあったように、がん情報サービスというサイトで様々な情報を得ることができます。その中には、意思決定に必要な医学的情報もたくさんありますが、情報を得るために必要なコミュニケーションを医療者と取るために、医療者との対話のヒントなども掲載されておりますので、参考にしていただければと思います。医療において、選ぶ、決める場面で迷ったり困った際は、まず近くの医療者や相談員に声をかけ、困っているということを伝えていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。今の話にあった、その看護師さんがこういうサポートをしているのは、多分診察室を出て、当院ではその看護外来っていって、看護師さんが外来をしている診療科も少なくありませんで、そういうところで、まあ、会計、診察室が終わったら、こう、会計に行くだけじゃなくてですね、そういうところでもサポートがあるということをぜひ、ご理解いただければと思います。ありがとうございました。じゃあ次はですね、インターネットを介した、看護相談ということで、看護師長の村田さんの方からお願いいたします。皆さん、こんにちは。国立がん研究センター東病院の看護部看護師長をしております。あと看護ケア認定看護師をしております村田美智子と申します。今日は最後の演題となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。で、失礼しました。私はですね、本日はインターネットを介した看護相談についてお話しさせていただきますが、最初若尾先生のお話にもあったように、皆さん情報を得るところってかなりインターネットから情報を得ていることが多いというお話があったと思います。で、確かに今現在社会においてですね、インターネットはあらゆるところで活用されていて、本日お越しいただいた皆様も必ずしもどこかで活用したことがあるのではないかなというふうに思っております。でもちろん身近なところでは本当に電話やメールなど通信手段としてはもちろん使っていますが、仕事での活用であったり
何か調べたり、先ほどのがん情報ですね、いろいろこう治療を調べたり、自分の病気って何だろうといったところを、そういったインターネットの情報から調べたりしている方も多いと思います。そして本当に身近なところでは買い物をしたりゲームをしたりといったところで、本当にインターネットって日常的なところにあふれているものかなというふうに思います。でこのコロナ禍において、学校や企業等におきましても、オンライン授業であったりとかオンライン面談といったところが行われておりますが、もちろん医療においてもオンライン診療であったりオンライン相談といったところを行っていますので、そちらのところを少し踏まえて私の話を進めていきたいと思います。で私の今日本日話す内容としては、インターネットを介した診療相談とはといったところと、当院のインターネットを介した診療相談というのは何があるのかといったところ、あと看護師によるオンライン面談をしておりますので、そちらについてのご紹介と、今後の展望というか期待されるこういうことをやっていきたいなといったところを少しお話しできればなというふうに思っています。まずはインターネットを介した診療相談とはですが、皆さんご想像されている方もいらっしゃるかと思いますが、患者さんとご家族と、あと医療者との間でスマートフォンやタブレット、パソコンなどの情報通信機器を用いて診療や相談を行うことです。病院での待ち時間や遠方からの移動時間を気にすることなく診療相談を受けることが可能です。この図も示したように、例えば自宅のソファーに座って安心した環境の中で、診療とか相談を受けることが可能となります。で当院のインターネットを介した診療相談というのが何があるのかといったところを少しお話ししますと、オンライン癌相談、セカンドオピニオンですね。セカンドオピニオンもちろん対面でも行っていますが、こういったオンラインを使用した癌相談も行っています。こちらは現在の主治医からの診療情報提供書が必要となっております。なので、オンラインで癌相談を希望される患者さんやご家族に対して、現在の主治医から診療情報提供書と必要な資料に基づいて、当院の医師から参考となる意見や情報を提供していくものになります。続いてオンライン診療です。こちらは当院に受診中の方ですね、遠方に住まわれていて、症状が安定している方というふうにしております。でこちらの方は担当医師からお声かけがありますので、オンライン診療を希望する場合には相談していただければ良いかなと思います。そして今日私がこの後お話しさせていただくものが医師とのオンライン診療のシステムと同じものを使っているんですが、看護師によるオンライン面談です。こちらも当院に受診中の患者さん、そして一緒にはもちろんご家族の方も受けていただくことが可能です。では看護師によるこのオンライン面談の目的ですが、患者さんと家族へ情報の提供や相談といったところをしていくこと、あと日常生活と心身の状態を確認し、評価していくこと、そしてその評価に基づいて患者さんご家族への支援や継続的な看護を考えていくこと、そうすることによって、患者さん家族の不安の軽減であったりや生活の質の向上といったところを目指しています。で続いてどのような看護師が対応しているかといいますと、当院には専門看護師や認定看護師が多く在籍しております。で主にこの専門看護師認定看護師が、対応させていただいておりますが、最近行った事例では部署の看護師、今まで患者さんが入院されていたところの部署の看護師も一緒に同席をして、見知った看護師が一緒に専門看護師認定看護師と対応するっていったところも試みました。もちろん患者さんにこういった看護師が同席しますよっていったところは事前に同意を得て同席して一緒に対応しております。でもちろんこの中で、もちろん認定看護師、専門看護師がオンライン面談として対応はするんですが、もちろん当院から、インターネットで続いているので電子カルテを見ながら適切な情報、電子カルテを見ながらその患者さんに合わせた情報といったところを医師も
医師をはじめリハビリ職種栄養士さんやもちろんソーシャルワーカーさんと連携を取りながら対応が可能となっております。そして対応する専門看護師と認定看護師というのは限られてはいるんですが、当院には認定看護師も多く在籍しております。ですのであらゆる治療期の患者さんに対応することが可能になっております。でこうするとかなり本当にオンライン面談っていいのとかオンライン相談って本当にいいのっていうことを感じる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まずオンライン、相談の利点としてですね、やはり通院による身体的、時間的、経済的な負担の軽減にはつながるかなというふうに思います。あと実際にこう先ほども少しお話ししましたが、知っている顔を見ながら対応するといったところは、患者さん、ご家族も安心して、臨むことができるかなっていうことと、私たち自身もやっていて、やはり患者さん、ご家族の顔が見れるといったところが、すごく私たちにとっても安心なことにつながります。あとは処置が必要な部分の観察ができる、最近では入院期間がかなり短縮されていてドレーンを持ち帰ったりとか自宅に帰って装部傷口の洗浄が必要であったりとかガーゼ交換をしなければならないということも生じてきます。でそういったところの観察といったところもできますというのが実際に行ったんですけど、やっぱり装具のところが心配だっていう帰られた方を自分で最初はこうもちろん写していただくんですけど、その後こう傷のところであったりとかをに動かしていただいて実際に傷のところとかをしっかり観察できるといったところもありました。ただちょっとその合わせるのが少し難しいなっていうことはありましたので、こちらはちょっと今後の検討が必要なところかなというふうには思っております。であとは自宅の生活に合わせた支援ができる、全てが見れるわけではないんですが、ご本人様との了承を得て自宅の環境を見させてもらいながら本当にこういったところが必要なんじゃないかっていう提案もできますし、先日あったのがこういうの買ってみたよっていうのを実際にこういう購入したものと見せてもらうこともありました。あとは外来入院外来での継続した看護っていったところがやはり先ほど外来から入院して入院から最初の外来までがすごく期間が空くこともあるんですね。そういった場合初めての治療を受けて帰った時ってすごく不安で、それこそいろんな情報を得ようとしていろんなことを探し始める可能性もある。なのでそういった期間、次の診察の間のすごく不安な期間のどこか退院してすぐであったり退院して少し1週間か2週間経ったあたりでもいいかと思いますので、そういったところで1回そういうオンラインの相談を入れることによって継続した看護も行えるのかなというふうに思っています。そして状況に応じてにはなりますが、速やかに何かあった時には医師へ連絡をして、実際にもオンラインでは対応できないこともありますので診察に来ていただくっていうことも速やかに判断できるかなと思います。そしてただし一方でやはり限界っていうのもあります。自宅の環境によって情報量と質に制限が生じるとありますが、先日やっぱりあったのがオンライン相談を入れた方がいい、だけどご自宅に、ね、インターネットの環境が整っていないということも実際にはございました。なので必ずしも全ての方ができるわけではないんですが、まあ、今後期待できるところかなと思います。あとは自宅の照明であったりとかちょっと暗いところだとその傷口のところがうまく見えなかったりとかっていうことは考えられるかなというふうに思います。あと患者さんに実際に触れることができないので聴診とかが行う分、身体所見、体の異常についての判断には限界があるかなというふうに思います。見えるところはいいんですが実際に触れてみないとならないといったところが少し課題かなというふうに思います。そして個人情報やセキュリティに配慮が必要、これはインターネットを介することにおいてはどこにでも言えるかと思いますが、こういったところはしっかり当院では配慮した上であらかじめオンライン提案すると実際に行う前には同意書等も取って確認をさせていただいております。
あと時間的制約や対応者が少ないとしておりますが、オンライン面談の時間は30分というふうに時間を限らさせていただいております。その中で話す内容、対話ができる内容としておりいますのと、あと対応者が現時点では数名と少ない状況になっております。あとはあくまでも相談であるため、医師のように、あくまで看護師による相談であるため診断や処方ができないといったところは限界として挙げられるところになります。でそうすると、じゃあ誰でもできるの、いつ相談したらいいのといったところを皆さん少し疑問に感じるところはあるかと思うんですが、最初にもう少しお話ししましたが、対象者としましては当院に受診中の患者さん、一緒にご家族という形になります。で考えられるタイミングとか例としては、退院後から次回診察日までの時間期間がある方や遠方にお住まい、結構2時間以上かかるとかなり遠く感じる方が多いんじゃないかなと思いますのと、あと交通手段がやっぱり少なくてなかなか当院に来るのに時間がかかってしまう、あとは点滴やドレーン、装具の処置などの医療処置を持ち帰り、あと抗がん剤の初回治療後の、副作用とか合併症への対応といったところで、初回治療とかだと最初の自分の異常が抗がん剤の影響なのかどうかといったところが判断できない方もいらっしゃって、かなり重症化していらっしゃることもあります。なのでそういったちょっと治療の間等にこういう面談等を入れるといいかなっていうふうに思っております。あとは症状コントロールの方であったりとか、あとこの面談の予約を入れてた場合に、たとえ感染をしたとしても病院だと来れないんですけど、オンラインだったら予定通り対応ができるっていったところもありますので、そういった方もご利用していただくことはできるかなと思います。いずれにしても自宅での生活に不安を感じる場合には、何かを探すっていうことではなくて医療者に相談していただくと良いかと思います。で実際にインターネット化した看護相談オンライン面談の例を少し紹介させていただきます。例を使うことに関しては患者さんに了承を得られている事例になります。だと退院前にですね、入院病棟より依頼がありまして、患者さん本人の不安な点を確認して看護相談の目的を確認しました。そして、その時にはストーマ装具の交換だったり装具の処置があり退院の時には漠然とした不安を抱えておられました。で相談当日ですね、生活状況困りごとはないかの確認をした際に痛みが増強し動くことができなくなってたんです。で、痛みで十分な生活が送れない状況になっていました。そこで、薬剤の使用方法や効果について改めて説明させていただいたんです。で、もろもろさまざまな確認をして終了していました。そして次の外来の時に痛みもしっかりコントロールはできていて、予定通り初回の抗がん剤治療を開始できたっていう事例がありました。このインターネットを介したオンラインでの相談をすることによって予定通りに治療を開始することができたいう事例だったかなというふうに感じております。で実際のオンライン看護師によるオンライン面談の流れなんですが、入院中は受診時に相談していただくというかと思います。でその次に、看護師によるオンライン面談の意向の確認をさせていただきます。で医療者間で情報を共有して医師からの指示のもとオンライン面談をする対応させていただいておりますので、その医師がで指示が出てから看護師、面談対応看護師による説明を患者さんにに説明をして同意を得て得ます。その後、オンライン面談の予約を医療者側が行ってシステム登録を患者さんご本人に行ってもらっています。その後看護師によるオンライン面談当日という流れになっていますが、やはり誰かに相談する、医療者に相談するといったところがポイントになってくるかなというふうに感じています。で今後の展望
というかこういうふうにしていきたいなといったところですが、患者さんご家族のニーズが本当にどういったところにあるのかというのを改めて確認する必要はあるかなと思っています。あと対応看護師の増員やオンライン面談枠の拡大といったところも必要かなと思います。そして訪問看護ステーション等と連携を図って地域との連携といったところを今後うまく活用できると、訪問看護師さんと患者さんで病院から私たちといったところでのより継続した看護といったところが実践できると良いかなというふうに考えております。いずれにしてもがん治療を継続するには正しい知識と理解が必要となります。そのためには信頼できる情報を得ることが本当に大切です。一人で悩まずにぜひ相談をしていただければなというふうに思っています。私の話はこれで終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインのがん相談ですけども、私もがん相談対面それからオンラインを呼ばれてるんですけど、多分オンラインでいいのは多分非常になんか患者さんがリラックスして普段よりもなんか診察室以上になんかいろいろこう話をできるところがいいところかなというふうに個人的には思ってますので、ぜひ今後も広げていただければと思います。それでは講演の後にちょっと今日最後に総合討論しますけども、皆様の質問票をですねとアンケートこれからちょっと集めに参りますので、渡してくださいで、その後総合討論の方に移りますので、トイレなんか行く方はぜひ今のうちに行っていただいて、必ずまたここに戻ってきていただけるようよろしくお願いします。それではちょっといくつか質問を受けてますので、それぞれお答えいただければ。最初に若尾先生に、保険適用の治療のみ先生からは提案されるのでしょうかっていうご質問なんですけど、その点はどうでしょうか。はい、まずは保険適用分かれずみたいのを示しましたけど、保険適用の標準治療を考えていただくのが一番です。ただ状況に応じてはその標準治療がなかなか効果が出なくなってきた場合、また次の標準治療セカンドラインサードラインとお薬変えたりしてもなかなか効きが悪くなってきた時に選択肢として出てくるのが研究段階の治療ですね。それには治験であったり先進医療あるいは医師主導の臨床試験などが出てくるというところで、そこまでがやはりある程度効果が期待できるものです。それと同時に、その治療今お話しした治療はあくまでがんに対する治療であって、それと同時に、緩和ケアですね、辛さを取る治療も同時にしっかりと知っていただきながら、そのがんに対しては標準治療さらにはその研究段階の治療などを選んでいただくというのが私から のおすすめの治療法となります。はい、今話があったのは、今日ちょっと治験の話はあまり出なかったですけど、治験の位置づけとしては先生どういうふうに患者さんとしては理解したらよろしいでしょうか。治験ですね。今日はあまり当院がんセンターと多くの治験をやってますけども、治験の位置づけっていうのは先生どういうふうに。治験っていうのは製薬企業が中心となって新しいお薬をその承認されるための臨床試験です。だから効果を確認するための手続きですね。それを治験ということで言うんですけど、なので費用負担などは患者さんには発生しないで企業側が出すということです。ただまだ本当に効果が出るかどうか分かっていない挑戦者なんですね。なのでそれも理解して、さまざまな制約がある中、もし自分が治験の適用となってそれを受けたいということであれば、今のその先生主治医にぜひそのことを伝えて治験を受けていただくということも一つの選択肢になるというところです。そのどの病院でどういう治験がやられているかという情報というのはどうやって得たらいいんですか。はい、それがなかなか今実は充実してなくて、本当に10年前までは治験の情報というのは企業秘密で世の中に出てなかったんですけど、ようやく今治験の情報を日本で JRCT というデータベースに集めて、そこから探せるようにしようという動きが出てきています。ただその JRCT というのはなかなか使いにくいというところで、今日ご紹介したがん情報サービスでは、右の上の方にですね、がんの臨床試験を探すというピンク色のボタンがあるんで、そこから入っていただいて、がん症を選んだり、状態を選んで、今どんな治験が走ってるかというところは検索することができます。あるいは検索したり、チャットで検索ということで、
がんの種類を入れたり、あるいは見つかっている遺伝子変異などを入れたりして、その知見を絞り込んでいくことはできるんですけど、ちょっとアップデートが、全く完全にアップデートできてないところもあるので、そういうのをある程度手をつけてから、主治医の先生にご相談するというのが一番いい方法だと考えます。あともう一つ若尾先生にですね、若尾先生は多分医療情報で、インターネットの情報で多分どこが出しているかっていうお話をちょっとされたと思うんですけど、会場の方で、多分ご自身が訪問看護ステーションの方かもしれませんけども、そちらから今度医療機関に対してどういう形で情報を出すのがいいのか、多分訪問看護ステーションと医療機関の多分連携っていうのも非常に重要なところで、でそこも多分患者さんから見るとなかなか見えづらいところかもしれませんけど、そのあたりは。そうですね、訪問看護ステーションさんは本当にがんの、診療の中で非常に大事な重要な役割を、担っていただいているんですけど、まず、広く情報を出すというよりかは病院の医療連携室にしっかりとその施設で、そのステーションでサポートできる内容とか、あるいは制約がある場合は制約について、連携室の方に伝えていただいて、そしたらまた連携室の方から追加の情報などやり取りして、そこの情報を持っていると今度連携室から患者さんに実際にご紹介につながるのではないかと考えます。小田さんですよね、そのあたりは院内でどういう窓口があって、どういうふうに患者さんから情報を得られますかね。その退院した後の訪問看護ステーションを含めて、そのあたりの情報というのはどういう形で院内では説明ができますか。どういうところで当院ではやっぱりサポーティブケアセンターと、がん情報、がん相談支援センターというところが窓口になっていて、地域との連携であったりとか、あとは、お家に帰ってから心配事ということに関しては主にそこで情報を得ることができます。あとは入院中であれば看護師の方に伝えていただければ、そこから、サポーティブケアセンターと連携をして情報を共有して地域に戻っていただくということが可能かなと思います。わかりました。あとオンラインの相談のことでちょっとご質問があるんですけども、1回に行っているのかということと、費用についてどうなっているかっていうのを知りたいということです。ありがとうございます。1回の時間は30分枠で設けさせていただいております。で、費用の方はシステム利用料として、システム本体の使用料として300円と、プラス対応料としての500円、プラスあと相談内容に応じて専門看護師認定看護師が対応させておりますので、そこに費用が加算されるということがありますので、ちょっと対応者、患者さんの状況によって金額が変わるんですが、費用として一番かかったとして1400円ぐらいになります。かなり安いですね。多分その情報はホームページにも出てますかね。今そこまでは出してはないので、今割と始めたばかりになりますので、これからといったところになるかなというふうに思います。わかりました。じゃあいくつか私の方からもちょっと皆さんにちょっと確認で、若尾先生と登録様の方に、じゃあ最初先生がインターネットを読み解くには、見る側の一般の方もいろんなこう医療情報に関する、医学に関する知識を持つことが必要だっておっしゃってて、登録様の方から多分最初標準治療っていうのはどういうものかも分からなかったっていうのをおっしゃってたので、そのあたり多分具体的にね、一般の方が医療情報とか、いわゆる医学に関する知識をこう売るっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、実際そのあたりどういうふうな形で、得たらいいんでしょうかね。はい、そうですね、本当にもうシンプルに言いますと、今日お話した通り、まずその絶対はないと、医療は非常に不確実なものだということと、あと医療者が発信しているものを含めて間違った情報がいっぱいあるよというのが、それが前提です。で、その中、前提に基づいて知っておいてほしいものは、信頼できる情報がどこにあるか。一つとしては、がん情報サービスがあります。で、もう一つ、信頼できる相談窓口がどこにあるか。がん相談支援センター。柏の、東病院にもありますし、慈恵柏とか、千葉県内、
だけじゃなくて全国のがん診療連携拠点病院456箇所にそのがん相談支援センターというのがございますので、そこはかかってない病院であっても相談することができます。だから例えばそうですね、東大病院の相談聞いてみたいとか有明の相談聞いてみたいということもできますので、そういう窓口があるという、これが本当にミニマム、一番最低の情報だと思います。なので今日お渡ししているこの2つの窓口ですね、これをしっかりと知って、また何か困っている方がいたらこれをぜひ伝えていただきたいと思います。ちょっと秋様はどうですかね、そのあたり患者さんの立場としてその辺の情報ってなかなか多分実際には医学的な知識って得づらいんじゃないかと思うんですけど、実際に当事者になってどういう形でこうそのあたりを克服していったかというのはちょっと具体的に改めて教えていただけますか。はい、先ほど会場からご質問してくださった人も方もそうだと思います。やっぱり身近な人、自分も含めて身近な人ががんになるということはやはり想像していなかった、そしてすごく大きなことなんですね。でその時にやっぱりうろたえてるし、自分たちは専門性があるわけじゃないので、ここで一つすごく大事なことは、自分が情報を集めて決めなくちゃとか理解しなくちゃとかって言って抱え込まないことだと思うんですね。私ね、それが分かるのにすごく時間がかかったんですよ。だから何か調べなくちゃとかそういうことを思って自分が抱え込みすぎちゃったっていうのがあるんですね。でもこういうところに来ると、全く来なかったら知らなかった、そんなオンラインです相談できるんだ、それも1000いくらなんだとか、それと全然違う病院でも相談できるんだとか、ちょっと自分の関わってる病院だと言いづらいけど、それだったら違うとこ行ってみようかなっていうことがあるじゃないですか。だからやっぱりね、頼れる場所をいっぱい見つけることだと思います。で最終的には納得して決めるのは自分たちかもしれないけれど、やっぱり抱え込まないで助けてって言える場所をたくさん知るっていうことが大事なんじゃないかなと思います。はい、もう一つですね、多分さっきお話の中でも多分こう絶対にこう治るとかこれぐらいよく効くっていうことに対してはちょっと懐疑的になるべきだっていう話もありましたけど、ただ私実際外来やっててやってみないとわからないとか、あまりそのなんていうんですか、明確な回答を差し控えると逆にそれが悩みを深くするケースも少なくなくてですね、でそのあたりって多分私たち医療者側の言葉の使い方とか、でそれを受ける患者さんの受け取り方によって多分そこが結構齟齬で、またいろんなところにこう情報を求めに行ってしまう患者さんもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりのこうコミュニケーションのあり方っていうのは多分その医療者側と、当事者側とは違うんじゃないかと思うんですが、そのあたりどうでしょうか。はい、ありがとうございます。まさにですね、やっぱり医療者と一般の方にギャップがあるんですけど、それを埋めるにはやっぱり患者さんから轟さんもおっしゃってくださったんですけど、分からないことは分からない、あと自分はこうしたいと思っている希望とか、あるいは私自分は今までこういう暮らしをしてきたからこう今後もこうしたいんだという希望を聞いて、でそれも踏まえてまさに小田さんが話してくださったように、じゃあどういう選択をすれば、どういうことを決めれば患者さんにとっていいかというのを共に考えるというプロセスを取っていただくことですね。なかなか本当にお医者さん今外来の時間限られている中忙しそうなんですけど、やっぱりそこは患者さんから今日聞くことはこれを聞こう、これを分からなかったから聞いていこうというのもメモ持って聞くことを絞って、でそのことに集中してもうとにかく疑問を一つずつ潰していく、話したいことを伝えていくということをして、そこの診察室の時間を本当にちょっと言葉は悪いですけど効果的に効率的に使っていくということで、そのギャップを埋めることにつながるのかなと思います。どうでしょうか、東京さんの立場としては。はい、私は医師免許を持っている人のことを信じていましたし、
だから医療者にそんなに差があるとか、あとはその医療とか科学の不確実性って言われた時に正直言って愕然としたんです。すごく正直なことを言えばなんだそれって思ったんですけど、でもこういう活動をしている中ですごく分かりやすかったのは、あのがん治療って例えばラグビーとかあの将棋みたいに相手の出方によってそう来るならこう来るっていうふうにやっていくことで、これが王道だ、まあ、大体の基本線はあるにしてもその人によって年齢とか状況とかが違うから、だからその人のこれをやってみたらどうだったかっていうのを聞いて、じゃあそれを続けるとか変えるとかっていうことなんだっていうのを聞いた時に、ああこれは伝えなきゃダメなんだなって思ったんです。だから対話をするってことを私いっぱい言いましたけれども、やはり情報をこちらが与えないと、そのラグビーとか考えるとよく分かりますよね。あのすごく見えてる人と見えてない人がいるから、どんなにいいプレイヤーでも情報をもらえなかったら死角に入ってる可能性があるんですよ。だからその死角に入っているのは患者さんが感じている、ご家族が感じている情報だと、生活だと思うので、そのことをたくさん医療者に伝えることだと思います、はい、もう遠慮せずにぶつけるってことですね、思いを。どうぞ。あ、すみません、あの看護師の役割として、あの医師から説明があるときとかに看護師が同席させていただいていることが多々あります。でそういったときに、あの患者さんご家族が分からの様子を看護師は見ていますので、説明内容も一緒に聞いていますし、患者さんご家族の表情も一緒に見ています。そのときに、あ、ここもしかしたら、もしかしたらご理解難しかったかなとか、そういったところを感じることもありますので、でそういったところで分からないところを看護師として補足したり、あの意思決小田さんが話してくれました、あの意思決定といったところをサポートできるかなというふうに考えております。多分あの診察室ではなかなか言えなくて、多分出てから看護師さんにいろいろ言うことが多いと思うんですけど、どういう内容の相談が一番多いですか。でも実際にあの担当に対することなのか、病気のことなのか、それともその周りのいろんな雰囲気なのか、そのあたりどうですか。ありがとうございます。私、あや外来というところを担当させていただいていて、あや世代の患者さんとかご家族様の対応をすることが多いんですけれども、やはりあの医師から説明された内容であったりとか情報っていうのは、受け取った患者さんの状況とか立場とかご病気の状態によって全然全く異なってくるんだなっていうことはすごくあの医療者として実感しております。なのであの本当に立場によって受け取り方っていうのは様々違っているんだなっていうことと、やはり不安の中で何かを決めなきゃいけないっていう状況の中で、私たち看護師ができることが何かっていうことを日々考えて関わっていますが、やはりそのまずは気持ちの整理をするとともに、何を決めなきゃいけないのかっていうことを一緒に考えていくっていう過程をすごく大事にはしているかなというところで、やはりそういう相談が多いかなとは思います。ただあと最近あのお一人で高齢の方が病院に来てご自分が病気になられて、多分なかなかお一人で住んでらっしゃるとかっていう、そのなかなか相談できる方が少ない方も昔に比べるとなんか増えてきた気がするんですけど、そういう時の対応っていうのはどういうふうに考えてますか。そうですね、まずはまあその方の価値観であったりとか考え、ご希望っていうところが一番大事にはなってくるんですけれども、その人を支えてくださる方がいるのかいないのか、いない場合にではこの人が選択するために何が必要なのかっていうところをあの医療者は一緒に考えていくことをしています。わかりました。あのあとですね、トルキさんもちょっとあの、教えてほしいんですけど、あの講演の最後に患者さんのためのガイドライン、胃がんのやつが出て、であと臨床試験の結果を患者さんが分かるような説明をするようなものを今作ってらっしゃるってお話がありましたけど、多分あのガイドラインで多分患者さんのためのってついてるのは今乳がんと多分ごく限られたガイドラインのみで、最近卵巣がん、婦人科がんとですね、そのあたりっていうのは今後増えていくでしょうか。若川先生、お取り組みに、はい、あのもちろんですね、その患者さんのためのガイドラインというのはあればあるあのもちろんそれ非常に大事なもので、あの役に立つものなんですけど、今現状を申しますと医療者向けガイドラインを作るところで皆さん力尽きてるんですね。
でそれを頑張って作ってくださるのがあの今出てきた胃がんとかあの婦人科がんとか大腸とかで限られてしまってるんですけど、まあ、だからそこが医療者側があの最終的にそこを作るときが大変ですけど、作ることで、まあ、今秋元先生おっしゃったようなコミュニケーション、診察での必要なコミュニケーションのあのが良くなるとか、あの意思が伝わりやすくなるというような、そういうメリットが分かってくると、まあ、頑張って患者さん向けまで作ろうという動きが出てくるとはあの期待はできるんですけど、残念ながら今なかなかそういう動きが広がるというところはあの限られているというところです。そうですね、その代わりとしてがん情報サービス、まあ、ガイドラインのような一冊にまとまってないですけど、さっきお示ししたあの英語版のちっちゃな冊子、あれ強いて言えば本当にもうガイドライン の, あの子供みたいなあのものですので、あれのを参考にしていただいて、そこをあれを見てあの主治医の先生との会話にあの使っていただければと思います。あのガイドライン最近あの作成の時に患者さんの患者会の方 もう参加してないとなかなかガイドラインとして認めないというような方向になってきてますけど、そのあたりのこう参加要請というかガイドラインを作成するときに多分いろんなガイドラインももしかするとかかっていらっしゃるかなと思うんですけど、どのぐらい実際に患者さんまたご家族の意見がそういうガイドラインに反映されているというふうに思ってますか。作成にあの委員として関わってますけれども、かなり反映されていると思います。というのは私たちがそのことはこういうふうに聞こえるとかここが分からないっていうことが結構医療者の方からするとっていうことが多くて、私たちもっていうことが多くて、でそこのギャップをどう埋めていくかっていうのをお互いが考えるっていうことは、私たちは率直に分からないことを分からないっていうべきだと思うし、それをどう伝えていくかっていうことを考えることがやはり医療を進めることだと思っているので、まあなかなかあのっていうのは医療がすごいスピードで進んでいるっていうことを私ここ数年間で感じてるんですね。もうあのがん治療ってすごい進んでると思うし、まあ、特にここの東病院は患者さん向けにあの患者さんのことも考えた上で新しい治療にもすごくチャレンジしています。でそういうことがあるからこそあの私がやってる領域の胃がんでもどん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 進んでいて、うちの夫が患者だった時とはもう治療の数が全然違います。だからこそやっぱりそういう信頼できるところはどこなのか、どこにあのそういう選択肢がたくさんあるのかってことをお伝えするのがこういう場だったり患者会の仕事だと思うので、そういうものを利用して、そしてあの頑張りすぎないことですね。まず戦いすぎないこと。はい、わかりました。あのちょっともう一回要望としていいんですけど、まあ、がんセンターも今ホームページを充実させる方向でいろんな情報を出すようにしてますけど、いわゆるその患者さんご家族の立場から見てそういうホームページの情報でまだ改善すべき点とかっていうのは感じますか。あのいっぱいあると思いますけど、遠慮なくいいですか。ずいぶん改善されてきたなと思うし、ただやっぱりあのがん情報サイトって国立がん研究センターとか、まあ、東病院とかが出しているっていうのはやっぱりあのすごく正確、私正しいって言葉は使いたくないので、正確な情報っていうのはここにあるっていうことを知ってるっていうこともすごく大きいことだと思ってるんですね。でそこがやっぱり患者からのここが分かりにくい、ここがすごい引きにくい、ずいぶん深いところに情報があって分からないって、伝わらなかったらないのも同じみたいなことも言われたりするので、それでだいぶ変わってきたと思いますけど、それもぜひ皆さんから声を届けるのがいいんだと思います。はい、分かりました。時間も限られているので、まあ、あのじゃあ皆様方が最後にあの一言ずつあの会場の皆さんにあのメッセージを。はい、ありがとうございます。あの本当に今日はありがとうございました。で今日はですね、あの分かりやすい言葉としてあの価値もないというのをお話ししました。それあの聖路加の中山先生があの提唱されたんですけど、もう一つ今日小田さんの方からその考えを決めるときにあのいろんなあのオプションを示したりとかそういうお話ありましたけど、東病院だとそれを医療者がちゃんとやってくれます。ただ全ての病院でそれができているかというとそうではない中で、患者さんが知ってあの自分の意思を決めるときに知ってほしいことで、腹に落ちたかという言葉があります。これも中山先生のやつなんですけど、落ちたかですね、落ちたかのオはオプション、だから選択肢、知は長所
その選択肢のいいところ、落ちたは短所、悪いところ、かは価値観です。だからその落ちたかということを常にその先生のお話の中で意識しながら自分の治療法を考えるということも役に立つと思いますので、価値もないと落ちたかというのを覚えていただければと思います。本日はありがとうございました。鈴木さんどうぞ。はい、今日はありがとうございました。私国際的にも他の国の患者会とお話しすると、日本がどんなに恵まれた国なのかっていうことを痛感します。このように国民皆保険っていうので、効果安全性を確かめられたお薬を格差なくみんなが受けられるっていう国ってほとんどないんですね。ですごく外からは日本羨ましいって言われるんだけど、なかなかそのことを日本人が意識する機会がない。つまり標準治療っていうことを受けられるってことは、すごく今のチャンピオンを受けられてるんだってことだし、やっぱり今のチャンピオンをもっともっと作っていこうと思って挑戦してる病院っていうのは、それだけのやっぱりエネルギーもあるし、患者に向けた思いもあります。ですから今日ここにいらっしゃった方は東病院とつながってらっしゃるので、ぜひここの情報を出してらっしゃる方をいっぱい頼って、それで自分のベストを見つけていっていただければと思います。ありがとうございました。村田さんのから。あ、本日はごめんなさい、小田さんのから。あ、すいません、私いいですか。本日はありがとうございました。今回の機会をいただいて、私自身ですね、医療者とあと患者さんの皆さんとの対話っていうところをやはり大切にしていくっていうことをすごく実感しております。私たち看護師にできることとしましては、やはり先ほどから出ているように、医師と患者さんの方の理解の乖離っていうところを埋めていくっていうところが私たち看護師の役割だと思っております。何かこうやっぱり言われたことをすべて受け入れるとか理解するということはできないと思いますので、それを無理にするのではなく、何かありましたら看護師の方に声をかけていただいて、看護師だけではありませんので、相談員の方でも大丈夫ですので、声をかけていただければと思います。ありがとうございました。じゃあ村田さんの方からお願いします。はい、本日はありがとうございました。私の方からはオンライン面談といったところでお話しさせていただきましたが、普段オンラインに関したインターネットを介したものだけではなく、もちろんに普段の病院の中で看護師として相談といったところも行っております。でなかなか、こんなこと本当に聞いていいのかなって思うこともあると思うんですよね。でうまく聞くことができないな、まとまってないなっていうこともあるかと思います。だけどそういった状況の段階から相談していただくことがまず一歩になるかなと思っていますので、オンラインに関してはその次の段階の相談になってくるかなというふうに思っています。まず最初の一歩はポイントとして示したところにもありますが、まず誰かに何でもいいので声をかけていただく。もちろん私たちも何か言いたそうだなといったところに気づけるような視点を持って看護を行っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれで市民講座講座の終了にしたいと思います。連休の初日にもかかわらず、参加いただきましてありがとうございました。この内容はですね、また公式 YouTube にで発信しますので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。